はい、それでは一番上のシナリオの、九州のこちら秋月文種、我が家の異名を示すのだ、こちらでやってきます。全シナリオで唯一のぼっち大名、白一の武将一、武将一がその大名の秋月文種です。でもう最初はしょうがないんで、もう泣く泣く、外交の交渉で心中します。もう仕方ない、生きていくには仕方ないんだ。折り合いがついた、だいぶ攻めてます。毛利軍、あ、今ね、官職もらいました。外交、朝廷外交やってたんで、維新30上がって今180上がりました。180になりました。来る前に取れるかな、舞台、敵部隊来る前に、どうだどうだ、取っちゃえ取っちゃえ、よしよしよし、危ない、一応落とした。まあちょっと取り返される可能性はあるけど、これまでか。ああ、何これ、力関係や状況が変わったことにより当家は大友家から独立しました。うお、こんなあんの、これは知らんかった。そして、従属から同盟関係に変わって12ヶ月の同盟になりました。だってうわー、やったー、おっしゃ、これでかいな。普通にね、外交の破棄したら独立できたんですけども、それやっちゃうとね、武将の忠誠度とか下がったんで、あ、大丈夫、忠誠度はそのまんまです。めちゃめちゃガクンと下がったんで、これは助かる。おー、こういう機能あったとは。どれぐらいの勢力になったか。ああ、今のね、外交交渉の朝廷外交で維新上がったのがでかかったかもしれない。維新がね、大友家190なんで、ほぼ一緒の維新になりました。で、兵力は大友の方がまだ多いんだけども、城の数、はい、こっち13の、軍のが81、大友が10の、はい、こっちね、武将も52。大友家は、軍が63の武将34。これで独立できんだね。これのバランス、多分ね、維新が結構関係してんのかなって感じはするんだけど、ほぼ同じ維新になったんで、同等の、まあ、立場っていう、まあ、状況になったんだね。あと国の数もね、城の数も関係してるかもしれない。うわー、これ熱いね。いやー、よかった。これもやるしかねえ。もう従属するしかねえ。もう生き残る道なかったんですよ。スタート時、もう即やられる大名なんで。唯一の、全シナリオ唯一のぼっち大名。城一つ、大名一人、スタートの、秋月家。とうとうここまで来ました。やったー、これめっちゃ嬉しい。こっからスタートだね。こっから、行きますよ、もう。毛利とか、島津とか倒して。あと、大友も今、同盟だけど、大友ともやらないとね。九州統一には。うわー、やりましたよ、弟。奇跡的。苦節16年と12ヶ月かかりました。まあ、長かったけど、耐えた甲斐あった。これは嬉しすぎる。まあ、感触は、こっちのはちょっと上なんだよね、実は。大友が正6位下。はい。そして、秋月、自分らが正6位上。自分らのがちょっと上です。はい。この維新が外交、朝廷外交がでかかったかなと思います。よかった。とうとう、16年目にして独立しました。デメリットなし、忠誠度下がるとかデメリットなしで独立できた。それではよかったらまた次回も見に来てください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。